ちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は皐月賞の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着の成績ですが、特に注目なのが前走成績です。8年連続で1着から3着まで前頭前走は掲示板以内の馬で、前走6着以下はダノンバラードだけ。そもそも上位でないと賞金が足りずに出走できませんが、崩れてもきちんと掲示板を確保できる、そんなレベルの高い馬たちが上位に来てくれています。それと同様に前走の人気も全てが6番人気以上、つまり勝っていようが負けてこようが前走で人気していた馬には要注意ということで、トライアルの弥生賞やスプリングステークス組以外でも重賞で人気を背負っていたり、上位に入選した馬たちには警戒が必要です。今年のメンバーに当てはめてみますと、上位人気候補はそもそもが前走から人気があったので要注目ですが、反対に人気薄で如月賞を制したコルテジア、10番人気ながら若葉ステークス2着に食い込んだキメラベリテ、7番人気ながらものすごい末脚で京成杯を勝ったクリスタルブラックと、特に今一番勢いのある松山騎手騎乗のコルテジアは怖いですけれども、さすがにここら辺がセットで来るとはちょっと考えにくいですので、相手候補に置くのが良さそうです。そしてとにかくこのレースはペースがむちゃくちゃで、過去3年の前半1000メートルなんですが、59秒0、59秒2、そしてまた59秒0と、とにかく前が速くなることが多めです。それじゃあ逃げ馬が持たないでしょうということで、逃げもしくは逃げに近いポジションから馬銀に絡んだのは、一昨年のジェネラーレウノと北サンブラック、そして平均ペースだった2014年のウィンフルブルームだけでした。大体が人気薄の先行馬が玉砕覚悟の逃げを打ってきますので、今年に当てはめてみますと、コルテジャーやコントレイルは番手になるでしょうけれども、人気薄のチメラベリテあたりが展開を作りそうになりますので、前走はスローに落とせましたけれども、今回は後ろのメンバーが強力ですので、どうしても逃げたいのならば2コーナーで隊列が整うまでにかなりの足を使ってペースが上がりそうな予感もします。となると外を行く馬はドゥラメンテなど世代屈指の切れ味を持つ馬ならまあ別なんですけれども、昨年のベロックスや一昨年のエポカドーロ、アルアインやイスドアポニータなど先端のすぐ後に無理なくつけており、外を回す必要がなく無理のないコース取りができる馬に俄然注目したいところです。もちろん枠順もかなり大事になってきますが、先端を眺めることができて、なおかつ直線で切れ味を炸裂できる馬、ベルトライゼンで2位コントレイル、ラインベックにレクセランスなど、そのあたりを注目していきたいところです。そして続いてはレースキャリアについてですが、これははっきり傾向が出ていて、キャリア5戦を境に大きく成績が分かれています。キャリア6戦以上で馬券に絡んだのは、ウィンフルブルームとロゴタイプだけ。反対にキャリア2000の馬もここ10年で馬券に絡んだ馬はいません。かつては名将サムソンですとか成田ブライアンなどは2歳戦からたくさんレースを使ってきて、7戦以上を戦ってきてここでも結果を残していますが、最近はダービーを見据えて若いうちに消耗させるのは最小限に留める傾向が強いようです。今年のメンバーに当てはめてみますと、キャリア6戦を戦ってきたコルテジアとキミラベリテ、キャリア7戦を戦ってきたウィンカーネリアにとっては嫌なデータとなりました。反対にキャリア1戦のテンピンはさすがに賞金が足りませんけれども、キャリア2戦しか戦ってきていないのがクリスタルブラック、重賞勝ち馬なだけになかなか消すのには勇気がいりますけれども、どうして2戦でここに向かうことになったのか、背景を抑えた上で馬券に入れるのか入れないのかを考えておきたいところです。先週はキャリア2000のデアリングタクトが勝っただけに、ますます考えさせられる人生過程となってきています。続いては気になる馬をピックアップ。まずは重賞でも一切崩れない立ち回り、ベルトライゼンデについてです。新馬からオープン、重賞と崩れることもなく
高い能力を見せつけている本馬ですが、マーフィー騎手曰くとても真面目に走る馬なのだそうです。折り合いもつきますし、悪い馬場に向かないような血統なんですけれども、この馬に限っては上手にこなしてくれる器用さも持ち味の一つです。前走に限っては休み明けが響いたのと、池江調教師曰くこの馬には1800メートルは少し距離が短いとのことで、2000メートルの今回はまさに本領8という舞台設定で、お父さんのドリームジャーニー、お兄さんのワールドプレミア、どちらも2000メートル以上の勝ち鞍が多いということにも頷けます。ただ前走の池添騎手のコメントはちょっと引っかかりまして、どうもこの馬は東京コースの方が向いているというコメントもありましたので、もしかしたら2000メートルでも小回りの右回りコース自体がそこまで合ってないんじゃないか、だから決め手にかけるんじゃないかなと勘ぐってしまうところも正直なところある一頭です。続いては無敗の3戦3勝馬サリオスについてです。前走はダノンプレミアムが作ったレースレコードをあっさりと超える快勝、2着にも3馬身近くの差をつけて文句のないものでした。参戦してまたがってきたムーア騎手、石橋騎手、レーン騎手ともに口を揃えて従順な馬なので2000メートルは大丈夫ということをおっしゃっていましたので、そのまま皐月賞に直行することとなりましたけれども、牧場でも出来が良すぎて早くトレセに戻したいと声がかかるほどの順調な調整を続けてこれました。牧場からとにかく合わせるまで乗り込んで乗り込んで乗り込んでとひたすら負荷をかけ続けてきたのですが、なぜここまでトレセンで追い切りを続けたかと言いますと、牧場からトレセンに戻ってきた時点で馬体重が570キロ台、そして先週末の時点で559キロと馬体重が落とせるには落とせてるんですけれども、かなりまだ余裕があるという状況です。おそらく最終追い切りもしっかりと負荷をかけてくるようですから、どれくらい調教後の馬体重が落ち着いてくるのか、この点も見物になってきそうです。大型馬の代表格と言われているチササンブラックでも菊花賞を制した時の馬体重が530キロ、もしかしたらクラシック史上最高馬体重での優勝記録が出る可能性があるかもわかりません。最後にこちらも無敗の王者コントレイルについてです。前走は早め先頭から抜け出してターゲットになるものの、後続を全く寄せつけない圧勝でした。おまけにワンステッキを入れただけという余裕もありました。何より長山の 2000m でこれだけ強い競馬を見せつけられたのもそうですが、ここ最近の矢作厩舎の成績が異常すぎるほどのものです。こちらをご覧いただくとびっくりなんですが、なんと矢作厩舎で G1 で上位人気となると昨年のラブゾーンリーユーから全て馬券圏内、さらにはニスグラシュ、コントレイル、モザスコットと上位人気に来ると3連勝中で、人気に応えるというよりもそれ以上の活躍を見せています。ここでこの流れがプツリと途切れるっていうことはあまり考えにくく、この馬もいい枠が取れれば走破圏なのかなと思いましたが、気になるコメントを見つけてしまいました。どうも馬場が渋ると本来の力が出しにくくなるらしく、調教助手さんもパワータイプではないのでできればいい馬場でやらせてほしいとのコメントが出ていました。確かに上がりも使える馬ですので、加速が鈍くなるとピンチが増すような状況は否めないところです。現時点で土曜の降水確率が 100% だけに、パンパンの両馬場ということは望めなさそうなところ、馬場の良さによって評価を変えてみてもいいかもしれない一頭です。以上、気になる馬のコーナーでした。さて今週は皐月賞の予想動画とアーリントンカップ、そしてアンダレスステークスの予想動画をアップする予定です。またブログでは先週単勝10倍台を一点的中させた最強厩舎最強騎手相性決定戦の第2週目を行いますので、そちらの方もどうぞお楽しみください。また週末に行われる中山グランドジャンプはブログの方で予想させていただきたいと思います。無観客が続いてなんだか反対に疲れてきますけれども、少しでも元気よく週末を過ごせますよう準備していきたいと思います。
それではまた週末の予想動画でお会いしましょう。